はじめまして、勝則と言います。水槽でザリガニとかサワガニを飼おうと思って、ちょっと部屋を模様替えしました。できるだけお金はかけたくないので、本棚で14畳の部屋を2つに割って、で、ビニールハウス用のシート、これを買ってきて画鋲で打ち付けて、クーラーがよく効くようにしました。サワガニが特にダメらしいんですが、夏場に暑さで死んでしまうということを YouTube でたくさん情報が載ってましたので、もともと14畳の部屋でクーラーこれ1台ではすごく効きが悪かったので、そのために2つに割って7畳をこの1台で冷やして、夏でもサワガニを生かしていけるようにしました。で、水槽とかそんなんは昨日注文したので 2,3 日後に着くと思うんですが、そのために事前にバッカンですね、バッカンに水を溜めて軽き抜きをするようにしてます。何匹ぐらい取れるか、昔もう40年前ですね、子供の頃取った田んぼとかぶどう畑の水路とかにまだザリガニがいるのか、山の小川にサワガニがいるのか分かりませんが、一応水だけは用意してあります。で、基本本棚で部屋を仕切ったのは僕が本が好きで、4000冊、5000冊ぐらいあるのかな。ここにあるのはまあまあ半分ないかな。接骨院に患者さんが見るためにたくさん置いてあるので、こっちにあるのはあんまり、一般受けしないやつとか、すごく古い漫画とか、これはまあ2段に分けて奥にもあるんですが、こういうので仕切ってます。で、順調にいけばどん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 、まあ皆さんが登録してくださって YouTube である程度予算が確保できるようになったら、こっちの部屋ですね、割った部屋にクーラーをつけてこっちでも買えるようにしたいと思ってます。こっちも全ての本棚に本があります。もともとクローゼットに入れてたんですけど、部屋仕切るために出して、で、クローゼットにはまあゴミしたものを掘り込んであります。懐かしいですよね、こういう本ね。見てるとまた読み返したくなるんですけど、今はまあ読むより、自分で小説を書く方に力を入れているので、しばらくお預けですね。創作もできなくなったらこれを読み返そうと思います。懐かしい本ですね。仁義御免とか将軍とか名門タコタニシ応援団もありますね。88ブルーソネット特攻のタコ、奥にはまあもっと古い読まないやつですね。遠いとかね、男の旅立ちなんかもありますね。こっちは何だ、こっちはあ、イルカちゃんによろしくっていうのがありますね。まあまあこれはまあ本題ではないので、実際には、やりたいのはザリガニを青くする、白くする餌でどれだけ変化を出せるかっていうのを YouTube で市販のが見てとても面白そうなので、なんか無性にやりたくなって、で始めることにしました。できればお付き合いください。で、今回はまあ部屋の模様替えをして始めようということにしたというご報告です。次回は水槽のセッティング、水替えのいらない水槽っていうのを YouTube でしてあるのを見たので、それをセッティングするのを映したいと思います。で、3回目にザリガニを取りに探しに行こうと思ってます。ではこれからよろしくお願いします。